久保さん後悔いいっすね後悔よくねあの後悔しない人生を送りたい送,送るん死ぬ間際後悔しない人生を送れたら良かったなみたいな後悔しない人生みたいなフレーズあるじゃないですか。で僕分かったことがあって後悔しない人生を送るためには後悔しろっていう文字でます。 後悔しない人生を送りたいなら後悔しろとこれに尽きるかなと思います。まあ、どういうことかっていうと日々やっぱ後悔するでその後悔したことに対してなんだろうなあのじゃあ次につなげられてるのかっていう後悔を後悔で終わらせたらダメなんですけど後悔をうんまあ海のね後悔みたいなねあ,のあ,のあ,のあるじゃないですか後悔するみたいな、まあ、こうんあると思うんですけど なんかその後悔を元手に明日の糧につなげていくっていうことを日々やることによってあの自分の成長もあるしで最終的に死ぬ時にもうそれを日々後悔してやりきってるんで、まあ、後悔ないかなっていうところですで僕はぶっちゃけ日々後悔してそれをずっとやってるのでなんだろうな、まあ、後悔ないですね死んでも明日死んでもそう で,で特に深く、特に深くね、ユーザーさんが昔ね、深く後悔して、深く考えて、深くしなんかやれば絶対成功できるよみたいな話あったと思うんですけど、僕は常にやっぱ後悔してるのは久保さんの言う通りで、やっぱ20代なんですよ。20代の時ね、一番若くて、一番エネルギーがある時期じゃないですか。で、その時に今のポジショニングになってなかった。その時に稼ぎ、 ことをまだ身につけていなかったこれがねもうだからずっと日々後悔できるのがここなんですよ。20代の時にこれができてたらもっと違う人生あっただろうなとかもっとできることたくさんあっただろうなっていうのがすごく思います。で特に最近だとその、うん、僕の塾生さんとかね20代結構多くな多いんですよ。うん。なんでその20代の子でね なんか人生自由にやってるのを見ると報告もらうともう嫉妬と羨ましさしかないですもんね <laughs> 羨ましいなみたいなだって戻れないじゃないですかタイムマシーンないんでドラえもんみたいにいないんでだからクソーと思えるんですよねんだから本当羨ましいとしか思えないですけど嫉妬ですねだその嫉妬を糧に、まあ、日々、あのーまあ、まだ僕は一応30代なんで30代やりきるぞっていうことがなんかできるかなっていうところですね やっぱ唯一一番価値があるもの世の中で一番価値があるものって何なのかっていうと僕はもう時間でしかないと思うんですね時間以外に価値があるものってそれを上回る価値があるものって僕ないと思うんですよなぜならば変えないからです時間をまあ正確に言うと過去を変えないまあ過去に戻れないってことですねうん お金を払ってね、家政婦を雇うことによって、その、なんだ、自分がその、やるべき掃除とかしなくていいから、その時間を買うという、そういう定期か考え方はあるんですけど、なんだろうな、僕が言ってるのは、過去は変えないってことですね。タイムマシンに戻れないっていう話です。だから、20代に戻れないじゃないですか、もう。<laughs> 久保さんも,も20代に戻れないんで、絶対戻れないですよね。うん だからまあ本当に世の中で一番価値があるものって時間なのかなと思いますしまあ気が付けばね2020年もあっという間に終わりましたしその僕の中で終わってるんですけどねもう <laughs> だってあと1か月しかないじゃないですかもう終わってるようなもんでだからもう本当時間あっという間に過ぎちゃいますからうん早く稼いで早く何かやりたいことやるっていうのは人生においてすごく大事なことなんじゃないかなと思いますねうん。 まあま後悔しない人生を送るためには後悔しろとどれだけ深く後悔してそこに対して「ああ20代やっとけばよかったなまだじゃやるしかねえ」っていうねなんか、まあ、こういうところにパワーをね逆にこうできるんだったら多分人生を変えられると思いますけどでもそれで落ち込んで「ああやっぱ俺はできないんだな」とか「やっぱ俺はダメだったんだな」とか「これからやっても無理だよ」とかね。 まあよく、スラムダンクの安西先生の言葉を使ったりするんですけど、諦めたらそこで試合終了だよっていう。で、みんな多分諦めてると思うんですよ。俺には無理だっていう。だけど、久保さんとかを見てると、まあ普通に考えてね、普通に考えて、麻雀しかやってこなかった。麻雀店のただのね、おじさんが40歳からね、クロームノート。 ククロームブックは僕覚えてますからね、よしあの、久保さん。吉永さ,さん、僕、クロームブック買ったんすよ、みたいなね。1万いくらで。かメリカリで買ったんすよ、みたいな。なんか、な,なんか、そんなの言ってて、これで十分ですよ、みたいな。言ってて。<laughs> クロームブックですよ。クロームブック <laughs>。ねえ、懐かしいっすね。うん、みんなだから、諦めてますよね。クロームブックでも大丈夫です。最初は。だから、手持ちのカード、iPhone でも全然。ていうか、はっきり言いますと、 今のね、久保さんも言ってましたけど、今の iPhone と昔のね、僕はね、僕が動画撮り始めた時は iPhone5 だったかな。久保さんは iPhone4 とか3だったかわかんないですけど、僕僕は自分のメディアをこう動画撮り出したのが iPhone5 なんですよ。で、いまだにその iPhone5 僕持ってるんですけど、確かも、あ、確かどこかにあります。なんか思い出で撮ってるんですけど、あ、これが原点か、みたいな。で、じゃあそれに比べると今 iPhone12 でしょ。<laughs> どんだけ性能上がってねって話じゃないですか。<laughs> だか今の手持ちのカードってめっちゃスペック高いですよみんな。もう一度言いますね。今のスペックって、今の手持ちのカードってめっちゃスペック高いですからね。うん。それ使おうぜっていう話ですよね。うん。はい、ということで終わりたいと思います。いってらっしゃい。